こんにちは、長塚漢方堂です。今回はダイエットのための運動は午前中が最適ですというテーマでお話しします。結論から言いますと、短い時間の運動でダイエットの効果を出したかったら午前中です。人間の体は午前中はエネルギーを作り出すために蓄積してある脂肪を燃焼し、外側にどんどんと放出するようになっています。特にやや空腹感を感じている状態では中性脂肪を分解して血液中にエネルギーとして放出しますので、いわゆる朝飯前がダイエットも簡単にこなせる時間帯ということになります。理想としては朝少しだけ早く起きてお腹が空いている状態で軽めの散歩などの有酸素運動をすることで無理なく痩せていきます。というのも、夜更かしなどをして睡眠時間が短いと簡単に太るからです。睡眠不足の方は食欲が湧くホルモンの分泌量が多く、食欲を抑えるホルモンの分泌量が少なくなります。夜中に甘いものやスナック菓子などが無性に食べたくなる方もいると思いますが、これは睡眠不足によって脳ではエネルギーが足りなくなり強いストレスを感じている状態です。脳はストレスを癒すために甘いものを要求してきますので、ダイエットをする方にとって夜更かしの生活を続けているとなかなか痩せられません。しかも成長ホルモンも睡眠中に出ていますので、十分な時間の睡眠をとることで中性脂肪は分解され筋肉もしっかりするので体の基礎代謝がアップします。もちろん早起きをするためには早めに睡眠をとる必要があります。夜しっかりと睡眠をとって軽めの運動、ゆっくりとよく噛んで食事をするだけで一日中基礎代謝が上がった状態で血液の巡りも良くなりますので、痩せやすい体の状態をキープすることができます。東洋医学的に見ても睡眠不足が続くことで気や血液の巡りが悪くなり、ストレスで簡単にイライラして体の巡りが減少すると体に必要のない余分な熱が生じてきます。それが胃の働きを過剰に活動させるようになると強い空腹感を感じるようになり、体が必要とする以上に食べてしまい脂肪になって蓄積されます。では逆にダイエットに向かない時間ですが、夕方から夜、食事の後、強い空腹感を感じている時などはあまり向いていません。まず一つ目は夕方から夜。夕方から夜にかけては体のエネルギーはだんだん勢いが収まっていき、気も内向きになりますので脂肪を蓄積しやすい方向へと向かっていきます。これでは夕方に運動しても体の流れとは逆の方向に船を漕いでいるような状態になります。とはいえ、どうしても朝早く起きられないんだけどという方もいると思います。仕事の都合や様々な理由で時間が取れない場合には夕方から夜に時間を作って行ってみてください。ただし眠る前に体の熱を作りすぎてしまうと、夜眠る前になっても熱によって脳が興奮して眠れなくなることがありますので、時間を見てほどほどに行うことが大切です。同じように眠れないからとアルコールを飲んでいたらダイエットのための運動の意味がなくなってしまいます。また朝起きられない方の中には朝になっても疲れが抜けていないことが原因の方もいると思います。そのような方の場合にはまずは朝になったら疲れが抜けている体の状態を作る必要があります。疲労が溜まった状態では体の中から不必要なものを外側に排除することができなくなり、どんどんと蓄積してしまうからです。続いて2つ目は食事の後。体が中性脂肪を分解してエネルギーにするのは血糖が低下している状態だからです。通常血糖がある場合は優先的にそれらを燃料として使い、体はどんどんと余分な血糖を脂肪に変えて蓄積しようと働きます。このような状態では運動をしても食事で供給された糖質を使われるだけですので脂肪の燃焼にはつながりません。しかも食事によって入ってきた食べ物を処理するために気や血液はお腹に集中します。この状態で運動をすると無理やり引っ張り出された気や血液によってお腹はきちんと働けなくなり、処理できなかった食べ物はとりあえず脂肪に蓄えておけとなってしまいます。そして3つ目は強い空腹感を感じるとき。あまりに強い空腹感を感じている状態では脂肪の燃焼は低下します。空腹感を感じているときは血糖値が低い状態ですが、無理な食事制限などでこの状態が長い間続いていると体は飢餓に備えた働きが活発になって脂肪を食べ込むようになります。しかもエネルギーが低いことで体のパフォーマンスにも影響が出ますので、軽い運動であっても
重い体を引きずって行うようになるので、あまり効果は望めなくなります。では最後に、短い時間で効果を出すためのヤンキー座り、尊虚をお伝えいたします。相撲や剣道、能や歌舞伎などでおなじみの姿勢ですが、これを行うことで姿勢を支えるための深層部の筋肉が鍛えられます。筋肉には発筋と接筋の2種類があり、素早く大きな力を作り出すための発筋と姿勢を支えるための接筋に分けられます。発筋は無酸素状態で糖をエネルギー源として活動しますが、疲労しやすいため持久力を必要とするような運動には向いていません。接筋は酸素のある状態で脂肪をエネルギー源として活動し、持久力が必要な運動に向いています。しかも接筋にはミトコンドリアがたくさん含まれていますので、適度な姿勢によってテンションをかける方法で接筋を鍛えると深部の気が充実します。そのため体の代謝はアップし、余分なものを排除する機能が高まりますので、少しずつ痩せやすい体の状態に変化します。このことから、体を支える接筋を無理なく短時間で鍛錬できる尊虚が短時間ダイエットには効果的ということになります。やり方は、首の付け根から引っ張られるような感じで背筋を伸ばして立ちます。つま先を30から45度くらいにやや開きます。膝を開きながら腰を落とし、つま先立ちになります。この状態で下腹部の丹田から仙骨部分へと続く骨盤底筋と、そのやや内側にテンションがかかっているのを意識して、かかとの上に軽くお尻が乗るようにします。初めのうちはグラグラして長く続けられないかもしれませんが、気が向いたらテレビを見ながら、歯を磨きながらと時間を決めずに行っていると、だんだんと安定してきます。朝のちょっとした時間を尊虚の姿勢で過ごすことで、時間のない状態をうまくカバーできると思います。無理しないでやっていくうちに時間も伸びてきますので、そうなると体の状態も変わってくるはずです。ですが、膝や腰などに痛みがあるなど体の故障がある方は、まずはそちらを治すことを優先してください。今回は以上です。このチャンネルでは、漢方薬、気功、自然療法の考えから、健康に心地よく暮らすための方法をお伝えしていますので、ご興味のある方はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。